どうも、銀さんです。今回は、手元に、あれがないんですけど、これです。入場特典でもらったんですけど、あと、この、これ、ちょっと、ドラゴンボールスーパーのブロリーを見てきました。最初見るつもりなかったんですけど、予告ちょろっと見て、アクションがちゃんとしてた感じがあったんで見ました。はい、カードをね、これ動画で開封しようと思って置いてたんですけど、この動画テイク3で音が悪すぎてちょっと撮り直して開けちゃってますが、後で最後の方でどっちでしたっていうのをやろうと思います。初めての定義でね、やらせじゃない、やらせか、まあいいか、今流行ってるしやらせ。はい、ドラゴンボールスーパーブロリー、ストーリーを言うと、過去から始まり、あの惑星ベジータが消滅するまでの話が10分20分で、本編が残り60分、70分ぐらいなんですか。まあ結論から言うと、僕が知ってるドラゴンボールじゃなくなってる。アニメのスーパーは見てないです。あまりにもストーリーの改変がひどいんで、もう GT をなかったことにしてる感じがもうすごいんで、僕 GT 個人的に好きなんですよ。ワクワク感が本当にだんだん心惹かれていたし、ストーリーにもキャラクターにも、スーパーサイヤ人4にはすごい興奮したし、あとは、まあ、やっぱり友達がすごい悟空のことをカカロットをもじってクズロットってすごい言うんですけど、まあほんまにクズやなっていう。あれだけアニメで地球を破滅させたにもかか破滅させかけたにもかかわらず、今回またブロリーという怪物に喧嘩打って本気を、まあ喧嘩打ったのはベジータやけど、ベジータも最初の1分はなんかニヤニヤ笑いながらナメプで戦ってて、でもブロリーがどんどん強くなってしまうから、スーパーサイヤ人ゴッド赤までなって、でもまた押されて、でここで登場する悟空が、通常の悟空、サイヤ人スーパーサイヤ人化してない悟空がブロリーと戦い出して、パワーインフレすごいなと思った。ベジータがゴッド化するよりも通常の悟空の方が強いというか、互角に戦ってたから、その赤いゴジータと通常、赤いベジータと通常悟空はイコールなんやなと思って、戦闘力が。はい、あとあれすごいですね、悟空赤くなると敵の動きサイコキネシスみたいなんで止めれるんですね。あれびっくりした。まあこれが20作目かと思って、劇場版これでいいんか、20作目これでいいんかっていう感想です。記念すべき20作目。仮面ライダーも次のが確か平成仮面ライダー20作目なんですよね。どうでもいいけど。何にし、まあ、ゴジータの話をすると、ゴジータの性格もかなり変わってて、ゴジータは自分からゴジータなんて言わないんですよ。悟空とベジータが合体してくる、ゴジータにするかみたいな、
そんなこと話してる暇あったら早くブロリー倒しに行けよ、思って。んで、ブロリーの前に現れたらもう、フリーザとブロリーに対しても自己紹介して、ベジータと悟空が合体した男だ、みたいな。説明口調が腹立つ。顔くら。説明口調がすごい腹立つ。フリーザとかブロリーレベルになったら、元気の木の、あの木で、木の感じからして悟空とベジータが合体したっていうのが分かるはずなんで、説明いらないと思うんですよね。ウィス様も多分分かるでしょ。ウィス様すごい。ブロリーと遊んでたけど、戯れてたけど、じゃれてたけど、やっぱウィス様すごいんやなと思って。うん。なんか何もかもが説明口調やったり、セリフの言い回しもなんかおかしかったり、あとフリーザとパラガスは部下から舐められてるし、うん、笑いの取りに行こうとしたんかもしれんけど、ドラゴンボールの願い事もすごいつまらん。5歳若返りたいとかどうでもいいし、全然面白い。子供は面白いんかな。まあ、やっぱり20作目っていう記念すべき作品やから、原点回帰みたいな感じで、過去に登場してきたキャラクターたちと、今の悟空が、なんか、また、会うみたいな、冒険しながら会って、で、近所報告とかじゃないけど、そういう、ハッちゃんとか、アドベンチャーのハッちゃんとか、アラレちゃんとか出てきたりして、そういう冒険もので よかったんじゃないかなと思って。うん。ピッコロさんやっぱりかっこいいな。ピッコロさんも完全にネタキャラになったけど、すごいよかった。声もよかったし。あと、ブロリーが悟空を圧倒した時はが一番興奮した。最後の悟空のセリフとかも、最後悟空のセリフで終わるんですけど、すごい、まあ、悟空が言わなさそうなことを言ってたし、やっぱり Z とか無印時代のドラゴンボールはもう亡くなってしまったんやなと思って、そんな感じです。終わります。